皆さんこんにちは。こちらはソニー STR-DN1080 です。発売は2017年、当時の定価は77,800円でした。 AV アンプはピュアオーディオ用より音が悪いと言われています。映像回路と一緒になっているのでノイズが乗りやすいというのがその理由です。ソニーは昔からこの課題に取り組んで改善を積み重ねてきたようです。今回はその成果を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。 CXD900-35 はソニーが開発したプリアンプ専用のアナログ IC です。これによって高速応答と低ノイズを実現したといいます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。定格出力まで完全にフラットです。このアンプには音色がありません。加藤応答も完璧です。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。茶色の線が今回のアンプです。一般的な AV アンプより優秀です。ピュアオーディオの散水と同レベルです。なかなか素晴らしいですね。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。今回のアンプは 110dB を超えています。ピュアオーディオと同等の性能です。アナログ入力のダイレクトモードは DSP を通らないので、さらに数 dB 良くなります。ダンピングファクターを見ていきます。80くらいありますから十分な性能です。すべてのチャンネルが同じ性能です。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。わずかに誤差がありますが十分な性能です。こちらはクロスオーバーフィルターの特性です。他のメーカーと違ってロールオフが緩やかです。音のつながりを重視したのかもしれませんが、オクターブ 6dB は緩すぎのような気もします。こちらはサブウーファーの出力インピーダンスです。1キロオームあります。ちょっと大きいですね。音質を重視しているとは言えない大きさです。ロールオフも緩いですから、サブウーファーはフロントの中央に置いて使うのが良いでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番はピュアオーディオ用のアンプです。過去に測定したアンプの中で最もノイズの少なかったアナログアンプです。2番は今回のアンプです。今回も ABX テストをご覧いただきます。これは最初に AB2 つの音をお聞きいただいて、次の X が AB のどちらか当てていただくテストです。耳に自信のある方は AB どちらが今回のアンプの音か当ててみてください。アンプには音の違いがあるのか、 AV アンプは音が悪いのか、それではどうぞ。
いピアノにもたれ。音楽室の古いピアノにもたれ。いかがでしたでしょう。今回の答えは次の通りです。これは AV アンプですが、ピュアオーディオ用アンプ並みの音質を達成しています。 AV アンプの課題にデジタル回路からのノイズがありました。ソニーは長年この課題に取り組んで十分な結果を出したようです。アナログ入力は DSP を通さずにプリアンプ IC に直結されます。80年代のアナログ機器の音をピュアオーディオ用アンプと遜色ない音質で再生できます。このアンプは距離を1センチ単位で調節できますので、マルチチャンネルステレオモードを使って3-way スピーカーの音源の位置合わせが可能です。ハイファイオーディオ向けに求められる調節機能は次の通りです。クロスオーバーフィルターは十分細かい設定ができますが、ロールオフが緩いのでサブウーハーはフロントスピーカーの中間に置いた方がいいでしょう。ソニーは10年前からこの筐体を使い回ししています。エントリークラスから上位機種まで共通です。しかもあまり良いデザインには見えません。触った感じも今一つです。性能はピュアオーディオ並みを達成しましたが、趣味のアイテムとしての魅力は今一つのように思います。ご視聴ありがとうございました。